皆様おはようございます。布ブースにおいでいただきまして誠にありがとうございます。ルノージャポン主要大国でございます。ルノーにとりまして、4年ぶりとなる今回の東京モーターショーは、私が CEO 就任後初めてのモーターショーでもあります。そこで、今回は3つのブランドキーワード、フレンチタッチ、トレンディ、スポーツをブースのコンセプトといたしました。ルノージャポンは私が CEO に就任した2009年からこの3つのブランドキーワードを軸とした FTS 戦略に沿って事業展開を行っています。 FTS 戦略とは、日本でのルノーの強みを最大限に生かすことを目的とした戦略です。その成果として2009年にはリーマンショックの影響を大きく受け、1755台にまで落ち込んだ販売台数が、昨年2010年には2536台、そして今年2011年は前年比 118% の3000台にも手が届こうとしております。同時に取り組んでいるブランド認知の向上も成果を上げ始めている手応えを感じています。では皆さん、日本で発揮できるルノーの強みとは何でしょうか。私たちは次の3つをルノーの強みと考えています。一つは、すべての乗員に提供される快適性、安心と心地よさ。二つ目は、新しいテクノロジーや斬新なデザインを通じた新規性と驚き。そして三つ目は、創業時から100年以上も続くモータースポーツへの情熱が培ってきた技術です。この3つの強みをフレンチタッチ、トレンディ、スポーツで表し、それぞれの頭文字を取って名付けたものが FTS 戦略です。ヨーロッパとは全く市場環境の異なる日本市場に導入するモデルは、必ずこの3つの要素を含んでおりますし、事業展開もこの要素に沿っております。そうすることで、統一されたルノーのブランドイメージを打ち出すことができるのです。具体的なモデルとしてのイメージリーダーは、本格的スポーツモデルであるルノースポールです。ルノーは創業以来、積極的にモータースポーツに関わっている量産車メーカーとしては珍しい存在といえます。これまでラリー、ルマン、F1 などさまざまなカテゴリーに参戦し、数々の輝かしい成果を上げてきました。近年は F1 に力を入れており、今年はエンジンを供給するレッドブルーレーシングルノーがコンストラクターズタイトルを獲得しました。ルノーエンジンはなんと10回もチャンピオンエンジンに輝いております。このモータースポーツで培われた DNA はイメージの面でも技術の面でもルノーの大切な資産です。ちなみにルノースポールモデルは日本では総販売台数の 22% を占め、国別の販売台数でも全ラインナップが揃っていないにもかかわらず、世界トップ10を以内をキープしております。またルノージャポンは新しいコミュニケーション手法にもチャレンジしています。名称はルノーハッピープロジェクト。ハッピーとは、お客様の主観的な価値である楽しみや喜びです。例えば、ある人は家族とのバーベキュー、ある人は愛犬との散歩、あるいはおなじみの場所への旅行など、こうした多くの人生の楽しみ、ハッピーを車を通して積極的に作り出し、多くの方々へ発信していく取り組み、それがルノーハッピープロジェクトです。それでは FTS 戦略を具現化した今回の展示車についてご説明させていただきます。まずキャプチャーをご紹介します。キャプチャーはルノーの新しいデザイン戦略を形にしたコンセプトカーです。流麗さとたくましさを併せ持つデザインのスポーティークロスオーバー車で、二人で世界を旅するをテーマにした将来のロードカーのスタディモデルです。エナジー DCI160 ツイッターボーコンセプトエンジンは、ドライビングの楽しみとパフォーマンス、そして CO2 排出量削減を両立したエンジンです。
次にカングイマージュです。カングは1997年の発売以来、全世界で290万台が発売されたルノーの人気モデルです。本年9月に内外装を一部変更した現行モデルは、広大な室内空間と豊富なユーティリティを備え、ルドスパス、遊びの空間をコンセプトとしたモデルとして人気を博しております。カングイマージュはこのカングーの内外装をさらに個性的にスタイリッシュに仕上げました。エクステリアの大きな特徴は、カングービボップと同じデザインの前後バンパーです。インテリアのデザインも専用となる3トーンの内装が採用されています。これにより室内が一層明るくポップな印象となりました。カングイマージャー2012年の発売予定となっております。続いてウィンドゴルディーンです。ウィンドはオープン&プレイをコンセプトに開発された小型ツーシーターのクーペロードスターです。わずか12秒で開閉する電動回転格納式ハードトップの採用により、ルーフを閉じれば快適なクーペとして、開ければオープンエアを感じることのできるロードスターとしてドライブを楽しむことができます。ウィンドゴルディーニはフレンチレーシングブルーのボディにホワイトストライプという特徴的なゴルディーニデザインを踏襲し、個性的で洗練されたゴルディーニの世界観を今の時代に投影した現代版ゴルディーニモデルです。ウィンドゴルディーニも2012年の発売を予定しております。続いてメガーヌグラスルーフカブリオレです。先代モデルでも好評を博した全面ガラス製の全自動格納式グラスルーフは、そのままに優美なボディラインとクローム調フロントガラスフレームはエレガントさと個性を一層際立たせています。この全自動格納式グラスルーフは、開けていても閉じていてもオープンルーフの感覚を楽しむことができます。こちらも2012年の発売を予定しております。続いてメガーヌルノースポールです。ルノーのフラグシップモデルとして F1 で培われた技術が惜しみなくつぎ込まれた本格スポーツモデルです。最高出力250馬力を発生する2リッターツインスクロールターボエンジンのパワーは、スポーツ走行に最適化されたシャシーカップにより余すところなく路面に伝えられ、思うままにドライビングが楽しめます。エクステリアデザインはシックで流れるようなボディラインが際立つクーペスタイル、幅広で低く構えたホルンやボリューム感あふれるフェンダー、エアロダイナミックなパーツなどが融合し、新しいスポーツモデルを体現しております。このメガーヌノースポールの DNA を5ドアハッチバックのボディと CVT で受け継いだのがメガーヌ GT ラインです。ルノーのレースカーやスポーツモデルを開発しているルノースポール社が、そのノウハウをもとに日常での使い勝手や快適性とスポーティーさをバランスさせたシャシーチューニングを施しました。サポート性に優れたシートに座り、レスポンスに優れる最新世代の6速 CVT をマニュアルモードで操作することで、手軽にスポーティーな走りが楽しめます。ルノージャポンは今年新たに横浜、港南、和歌山に新店舗を設け、70店舗にネットワークを拡大いたしました。今後さらにネットワークを充実させ、 FTS 戦略に沿った魅力的なラインナップを一層強化するとともに、新しいコミュニケーション手法により2012年以降も今年の販売伸長率前年比 118% を継続して達成していけるようにチャレンジしていきます。これからのルノーにどうぞご期待ください。ありがとうございました。
Thanks for watching The Auto Channel. For more great coverage of all major motor events, visit theautochannel.com, the internet's most complete and comprehensive automotive resource.